はい、今日はね、人狼は嘘つきというね、アプリが、人狼の新作アプリが出たということで、先端恐怖症さんと一緒にやっていきたいと思います。人狼系アプリのね、実況をして、ダメですね、人そん狼な。系アプリの実況をね、はい。中心にやっています。プテラ高橋と申します。はい、よろしくお願いします。はい。同じく人狼系のゲームを中心にやってます。先端恐怖症と申します。よろしくお願いします。ゲーム開始。僕は？ラビット！運がない。しっかり、最短で終わらせる方針だったらよかったかな。村人。よーし、頑張りましょう。村人。役職、まあでも、勝ちの条件がちょっとまだわからないですよね。一応、なんか、チュートリアルには役職を全部噛まないと勝ちにはなりませんみたいなのあったと思うんですけど。あ、村人3ですね、これね。A は、紙なしですか？おお、また私からお願いします。今回は特に今のところ知らないです。どういう進行を取るのがこれ正しいんですかね。占い師が出てからじゃないとちょっと何とも精査がしにくいところではあるんですが、これって村人の数に関わらず役が全滅したらもうその時点で終わってしまうのかがちょっとわからないので、この辺の進行どうするかがわからないんですが、占い師の結果次第、黒が出てればそこをとりあえずするのが安定になるのかと思うので、そこ次第ですかね。とりあえずちょっと他の方の発言聞いてからご一緒させていただきます。うん。はい。サンバさんは割と比較的落ち着いてた印象ですね。今のところ白っぽいと言っておきましょう。で、まあ黒が出たらそこを釣りでも問題はないですね。はい。で、あと何かいいことあるかな。まあ、しっかり最短で勝てるようにしていきましょうかね。まあ、ケアとかも大事ですけど、最短で怪しいと思ったところに投票していく形がいいと思います。で、今回は、グレーですね。グレー、白が出てないところ、占われてないところを、占い師、役職以外のところから投票したいと思います。役職に関しては、やっぱ役ありで出ちゃった方がいいと思ってます。以上です。おはようございます。占い師です。3番さんが白です。本番しろ。把握お願いします。3番さんが役持ちが全滅したら終わっちゃうんじゃないかしらっておっしゃっていたんですけど、私は3人になった時に1人狼がいて夜が待ってたら、もうその時点で八方を待たずして狼の勝ちが決まるっていう、そういうシステムなのかなっていう気もしました。どっちなのかはよくわかんない。あと私はまだバッジの付け方わかんないよね。この間教えてもらった気がしたけど、やっぱりわからない。で、2番さんは最短で怪しいところを入れてグレを釣りたいって言っていたので、真面目な村人の人っぽいかなと思いまし真た。2面目な番村は人。占わないでいいかなって今んとこ思ってます。はい。はい、僕が真の占い師です。7番さんを占って白でした。今日はね、8月7日なので。というところで、まあそれはいいとして、まあ1番さんが対抗ということで、まあ確定狼ですね。で、その1番さんが3番さんに白を出したということで、まあ全然、まあ
サンバさん自体はトップバッターで特に色落ちする発言はなかったんですが、まあ、単純に一番さんの白先ということで、まあ、ちょっと発言を注視していきたいかなという感じですね。うん、で、まあ、2番さんは、あんまり、2番さんもあんまりそんなに要素の取れる発言はなかったかなと思いますけど、うん、僕が、言いたいのは、1番さんが2番さんの色をつけるときにちょっと考えて、村人っぽいかなみたいなことを言ってたのを、一番さんの偽と捉えてほしいっていうことですかね、僕からの意見は。以上です。そうですね、今のところ一番さん、9番さんの真意については、分かりませんが、そうですね、一番さんの発言の感じが、ちょっと、なんだろうな、焦ってるじゃないですけど、まあ、ちょっと味方を増やしたいのかなっていうふうにも見えなくもないです。ただ9番さんは当たり障りないことを今日言ってたので、そこで真偽をつけるのはどうかと自分は思うので、今のところは真偽つけません。で、2番さんの発言なんですが、役職ありで出た方がいいんじゃないかと。役職あり、この部屋のルールがちょっとまだ把握できてない、把握っていうか分かりきってないところもあるんですけど、役職ありで出た場合、役職で捕まれたら終わりっていうルールならやばいんじゃないかなって自分は思うんです。確かにそう。なんでそのあれはどうなのかなっていうところだけ。まあ2番さんについては色はそんなに見えてないって感じ。以上です。はい、発言します。そうですね、1番と9番の占いか、まあどっちかって言われたら、9の方が印象がいいかなっていうぐらいだけど、まあ真偽ってつくとまでじゃないですね。一番気になってるのは2番さんかな。最短で行きましょうっていうのは、このレギュレーションなんかもう最短で行かなきゃ勝てないぐらいまであるのかなと自分は思っているので、うん、初日が黒釣れない場合は占い師の決め打ちで、ま、外したら負けですよね、うん、と思っているので、うん、2番さんの言ってることちょっとあんまりしっくりこなかったかな。なんで？まああと1番2番のラインがありましたよねっていう指摘はまあ最も、9番の当たり障りないっていうのも最もかな。まあなんか1回とにかく役職さっさと釣って、その役職が消えたら負けになるのかどうか知りたいですね、正直ね。今後やっていくなら。そうです、ね、はい、以上です。今度は聞こえていることを祈ってこのまま喋り続けたいと思います。1と、9番さんですかね。9番さんの占い先7って言ってましたから、ちょっと最初の方あんま聞こえなかったんで、ちょっとあんまり正確なあれじゃないんですけど、多分7番さんに関して今の発言を聞いた段階だと、正直、まあ、7番さんもグレーの位置に含めるならば最初かなっていうふうには思っていて、まあ、ただ1点気になったっていうのは、役職を移って、まあ、さっさとっていう発言で、まあ、ゲーム上のね、まあ、何、審議がどうつけられないっていうところで、ゲームを進める上での発言だったと思うんですけど、まあ、狼視点だったらちょっと怖いなっていうふうに単純に思いましたが、占いの精査の中で言うと、1期と9比べたり、9番さんの方が神明だと思っています。理由としてなんですけど、1番さんが、そのまあ3番さん、まあ、白出しまでは良かったんですけど、その2番さんに対しては村っぽいから占わなくていいかなって発言は、どうも占い師っぽくないなっていうふうに単純に思いましたね。って感じです。以上。はい、おはようございます。占い師釣り市に来るのがめんどくさいので、もう白しときます。役職しよう、役職あります。で、私も6番さんに便乗する形なんですけど、9番さんの方が新名ですね。1番さんの方が新名がないっていう理由で消去法でって感じなんですけど、うん、なの で、で1番さんの2番さんへの精査が結構なんか1,2狼同士の精査っぽくないなと思ったので、1,2 のラインはないかなって思ってます。で、そうですね。で、4したら、4,8,6 の中に。で、8番さんは、そうですね。占い師につけれない役職のことについて、2番さんにちょっと叩いたって感じで、一番今のところ色は落ちてないなっていうので、今のところ8番さんかな。4番さんの意見聞いて決めます。はい、はい、よろしくお願いします。まず1番9番さん視点だけど、1番さんが3番さんに対して白を打ってるんだよね。広範囲じゃなくて自分より前の人に白を打っていて、
2番を雑白置きしてることから、9番さんが真だったら、2番さんは結構村置きしていいんじゃないかなと思うけどね。 1と2がどっちもローっていうのは見れないと思う。で、釣り地に関しては6番さん精査良かったことから5番さん役職しようということなので8はありかなと思ってる。2番さんの役職出た方がいいっていうのは、結局魔女が最初に1回、蘇生を入れてしまえば3縄は使えるから、今日は8の方がいいかなと。2への黒塗りは雑だったかなと僕は思ったかな。8投票しようかなと思ってます。以上。いいか。9番さんやっぱ7球ありそうですよね。1番さんの方がちょっと新感情に見えたけどな。46、468だったらまさになっちゃうかな。ただそんなに白っぽくもなかったんですけど、はい、黒っぽくもなかったか。そうですね、皆さんに変な伝わり方してたようなので言っときます。2番さんを1番さんが2番さんを白い2番さんを囲いに行きたかったっていう話です。ただ2番さんを仲間に入れたかった、自分を白く見てほしいっていう気持ちがあったんじゃないかなっていう感じがしたので、俺はそう言ったつもりだったんですけど伝わらなかったらしいです。はい、申し訳ない。で、そうですね、今のところ黒い位置は1番さん圧倒的ですよね。この感じ、村のあの発言を聞いて、なおも1番さんがなぜ4番さんに入れたのか自分にはちょっとよくわかんないですね。まあ自分を入れる流れになってる中、1番が4番に入れた理由、そこを考えれば、なんかあれなんじゃないですかね。789あるかこれ。わかんない。7で黒は出そうだよね。4番さん占っちゃうのかな。1番さんは行動できないってことは魔女か。いや、まだか。今行動中なのか。ボーナス。これ発砲雷ってことは地声って初日のみなのかな、これ。魔女のね、魔女の回復は、初日って書いてある、ね、ちょっと結果が見えるねえから、これ次日とかどうしたい今日占い決め打ちかな。今日占い決め打ち1か9でいいかな。そうだよね、占い決め打ち、いや違うわ、占い決め打ちなんだけど、黒が出てたらその黒にしよう。そう白だったら、とにかく占い決め打ちね。で、情報がないからな。昨日の段階では9番さんが3に対してちょっと発言よく聞きたいって言ってたけど、前半1に白を打ってて囲いって僕あんまり見れなかったから、なんかみんな1級で1は僕に入れてるんだけど、9新名って言ってたけど、僕は別に正直フラットかな。1級以上。はい、とりあえず5番さん役 CEO で構えてしまったことから、ファンさんがまあ魔女だったのかなとは思っております。占い結果が分からないのでまだ何も言えないな。いろんな発言聞いても特段この人がめちゃめちゃ怪しいっていうのが、その8番さんの確かに発言には結構違和感あったんですが、ただちょっと投票を見ると8番さんに固まりすぎていて、まあ、唯一1番さんは8番さんに入れてないから、もし8番さんが黒だった場合は18あるのかなとは思ったんですが、あまりもちょっと8番さんに票が集まりすぎていて、8番さんが本当に黒だったのかなというのがちょっとわからないです。
まだもう一人役出てきてないんですよね。それもわからないんで、ちょっと何も言えないですが、私は役ないですって言っておきます。その占い結果で次じゃあ決めます。すいません。はい。現状、一番さんの方を新目に見てて、なんか割と、なんか、どこを占うかしっかり見ようって思ってたのが、すごい新感情だなって素直に思いましたっていうのと、9番さんが、1番さんの対抗をに言及するときに私を無理に黒塗りしてたんですね。今後黒塗りするための準備かなって感じがしましたね。うん、なんだっけ、1番さんの2への考察を黒に見てほしいっていうのは、なんか私を黒塗りする前提だったなっていうのがあるんで、9番さん怪しいと思ってて、1番さんが7番さんになってたら結構黒出るんじゃないかなと思って、7、9黒あるんじゃないかなと思ってますね。で、もう一人は、まあ、どうだろう、まあその後は発言しますけど、うん、今日は黒出たところか占いから釣ろうと思ってます。そうです。短い。おはようございます。7番さん黒です。7番さん黒なので釣ってください。7番さんを占ったら黒が出ると思いましたし、白が出たとしても村目線で確実に白わかるんで、7番さん占いをしました。7番さんの8固まりすぎてる発言もよく分かる。占い師の9番さんが黒。あと、昨日すごい説得力で、最終的に8番さんをめちゃめちゃ釣り誘導した4番さんを私は黒いなと思ったので、4、7、9、黒なんじゃないかなって思っています。今日は黒が出たんで、7番さん釣りをします。はい、3番さん占って黒でした。3番さん占って黒でした。で、3番さんっていうのは、3番さんの時点の発言でスムラシーを増しをしてたんですけど、3番さんの時点でそれする必要ありましたかねというところと、あと1番さんが、なんだっけ、1番さんは、あれ、忘れました。とりあえずその3番さんの発言と、あと2番さんにそのなん黒塗りする準備って言われたんだけど、それ別に準備のつもりはなかったですと言っておきます。うん、で、あ、そうだそうだ、1番さんっていうのは、479って言ってましたけど、1番さんって昨日の発言、昨日の投票で4番さんに投票してて、じゃあなんで4番さんを占わなかったんだろうというところではありますよね。黒い、4番さんのその誘導も黒いというなら、というところで1番さん入れてください。あ、9番さんよく言った。その通りです。9番さんよく言った。だから1番の信じられないことをみんな感じてほしい。じゃあ俺は白なので、もう1の偽っていうのは確定したので、今日1番釣れれば明日が必ず来るということですね。参加なんでしょう。まあ、だから自動的に3番も黒になるんで、1、3で2浪落ちてて、8番が黒かどうかは分からないけれども、狼側としては、まあ、8番黒でも差し出せるのかなっていう気はしたかな。で、まあ、4番からの話を聞いてて、俺は笑いながら聞いてたんだけど、占い結果が出ないからこんなん何も言うことないよねっていう話で、で3番に関しては占いの真偽も話してなかったし、まあ、4に関してはフラットに戻すって言ってたから、ここ狼だったらもうどうしようもないよなと思いながら聞いてはいた。はい。今日はまあ3、7のランしてください。まあ1番は偽ですけど、まあ、3、7のランでいいでしょう。はい、お願いします。正直ちょっと審議めっちゃむずいですね。なんか正直、2日目の話を聞いてる段階だと、9番さんがなんかちょっと3番さんってスムラシーンをしてるじゃないですか。で、発言の順番からして1は7に、役の CEO も何もしていない7番さんに対して黒打ちをしているにかかわらず、3番さんはスムラシーンをしているところに9が黒を打っているので、9番さんが狼だった場合は黒打ちやすいところに打ってるなっていうのが正直な感想で、うん、あともう一点何でしたっけ、1番さんが4に投票してるから4占えばいいじゃんっていう不当な叩きに感じましたね。別に占い師は好きなところ占えばいいだけで、1番さんって説明してたんですよね、うん、7番さんを占って隠し色だった場合村目線隠し色になるし、黒が出ても別にいいっていう発言だったんで、ちょっと無理だよね。正直7、9番さんの方が黒いかなって感じましたね。7、3のランなら7入れたい。いいと思う。
479かこれ。ハンターがどこにいるのかな。はい、まあしょうがないかなとはちょっと思ってますね。まあ、ただ1番の行動がおかしいっていうのはみんな分かってもらえるかな。だから8で狼連れてる可能性結構高いのかなとも思ってますね。はい、うん、だから明日が来るんであれば、必ず3番を釣ってほしいですね。はい、うん、そうだなと思ってますね。 8狼じゃなかったらもう自動的に負けなんで、僕これ以上話す必要ないですね。はい、以上です。9番さんはなんか主導だったよね、すべて。3番さんがスムラッシュ要素だったのかっていう流れは主導だったし、なんで4番さんはならなかったっていうのも主導だったよね。番組。もうないってことはもう。ああ、よかった、ありがとうございます。でいただいて本当に皆さんありがとうございます。私は9番さんが昨日言っていたその1番さんの2戦目のあり方ですが、なんでその4怪しんでたのに4占ってないのかって言ったんですが、占い理由に関してはおっしゃってました。その7番さんのその初日の囲いも見れるし、7番さんがもし白だった場合も7番さんが確証になるからグラインにとって有益だから7番になったというふうにおっしゃってます。なので、そこの不当な名残りは、ただの偽の、いや、偽、ごめん、ちょっとごめんなさい。ちょっと静かにして、ごめんね。なんで、そこは不当な、偽のあれ方ですね。今日は、津田さん、来てください。一番さんの占い結果がわからないので、どうなのかっていうところなんですが、あとは、とりあえず今日は9番さんを来てください。お願いします。4番さんと5番さんともに発砲がなかったというところから、6番さんハンターなんじゃないかなと思うんですけど、ってなった時に3番さんは1番さんの占い結果を知りたいのかと思うんですが、これも789で確定してるんじゃないかなと思うんですよね。3番さん視点、いや2もあるのか。まあ、7番さんはもうちょっとグレーの精査が欲しかったっていうところで7番さんに投票したのと、あと9番さんの殴りがやっぱスムラッシュをする必要あったのかっていう殴りがもうちょっと伸ばして欲しかったところではありますね。あと4を占わなかった理由っていうのもちょっとあれだったんで、昨日決め打ちしたんで今日は9番さんに入れます。その発砲あるのかな、でも多分あると思いますけどね。おはようございます。4番さんを占って白でした。4番が白だと2か6ですが、2番さんが6番さんハンターって言っていたのは、いや僕メッセの話かな、ね、今日はあの9番さん落ちて7と9が釣れるんで、明日2と6どっちなのかを考えたいなと思っています。はい、6番さんを占って白でした。まあ、6番さんを占った理由は、まあ、6番さんの時点でかなり強い、まあ、誘導があったというふうに思ったので6番さんを占いました。でこうなってくると僕視点っていうのは、1、2、3もしくは1、8、3になってくるのかな。でその場合だと、どうだろう、2番さんは結構もう負け確ですよね。1番派だから、黒なのかなとは
どうかな。でも8番さんの方が発言的には初日の感じだと黒いかなと思ってるけど、まあ今日は1番さんに行ってほしい。とりあえず1番さん行って、あ、でも無理か、1、3 まあとりあえず今日は1番さんに行ってほしい。3番さんがその1番は4番占う必要ないみたいなこと言ってたけど、なんかかなりひどい誘導だったって言われたんですけど、だって4さんに行って占い結果も聞いてないから、1番さんが7に黒出しして9が3に黒出ししてたら、あの誘導っていうか私は自分の気持ち言っただけなんで、それを占い理由としては不当かなっていうふうに単純に思いました。ただちょっと決め打ちしたんで、まあ、あれなんですけど、うん、1番さんが何でしたっけ、2番さんが6に対してハンターなのかなって言ったのがどういうことなのかって言ったのと、あととりあえず今日は9つって明日6かに占えばって言ったんで、明日来ることご存知だったみたいな発言だったんで、ちょっと謎いなっていうふうに思いましたけど、これはどうなんですかね。9番さんを似せたと決め打ちしたから9に絶対に釣らなきゃいけないって感じですもんね、うん、はい、じゃあ9釣りましょう。はい、終わってくれ、終わってくれ。いやー、マジ?1、3、1、3、8か。お疲れ様でした。マジか。いやもう1番さんと3番さんに大きい格好。4番さんハンター。僕はハンターね。発砲しなかった。発砲しなかったんだ。あ、そうだったね。なんでやね。なんでやね。でも黒ハンターに。そうだね。いや発砲はするにしても9番さんにしてたから、9番さんにする。ありがとうございました。お世話になりました。いやマジか。7番さん信じてあげられなくて、いやちょっとあれ黒出たらみんな僕は黒って思いますよね。僕でも黒だと思いますよいや結構これ発言できます。現順あるよな。結構大事だね。だったなと思って。僕と占い師さんのね、位置が大事だね、マジで。いや大事だと思いましたね。ですね。で発砲申し訳ない。発砲申し訳ないですね。なんだっけ、球打つか発砲しないかで迷って、でも確かに空砲がないからハンター証明するために打っときゃよかったですね。まあ球打っても負けてたんですけどね。うん、